このコーレに打たせていただきます。まっすぐってどっち？グリップが軽いんだわ。すぐだ。おはようございます。今日は、はい、これ何ですか？何でしょう？クラブです。クラブですね、うん、どこのクラブですか？オノフです。おー、オノフのクラブ、うん、結構ね、うん、発売前。あ、そうなんだ、うん、発売前の新しいクラブなんだ、うん、そう、すごくない？すごい。でもリリースはもう終わってるから、うん、こういうのが出ますっていうのはもう出てるんだけど、ね、多分打ってる人はまだそんなに、うん、そうなんだね。このオノフのレディース、フォーレディって言うんだけど、うん、オノフフォーレディを、フォーレディ、はい、一足早く打たせていただきます、うん、メンズクラブを使ってるじゅんちゃんでも、はい、このクラブを私は打てるという自信があるんで、うん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 、今日はじゅんちゃんこのクラブで、うん、ちょっと楽しみ。ちょっと今、じゅんちゃんもちょっとほら負傷してたじゃん、ね、まあ今もちょっとまだ残ってるし、うんうんうん、なんかそういう時にこう優しいね、目のちょっとワンフレックスを通すぐらいのクラブって結構大事だな、うん、そうだね。ちょっと楽しんでもらえたらなと。そうだね、思います。プロみたいだね、体調に合わせてクラブ変えるとか、はい、今日はね、今日甲府国際、うん、見てこのいい天気、いや、霧がかってんだけどね霧がかった、もうなんちゅうゴルフ日和だ。いやでも涼しくていいよね。そうね。でこのね、コースのね、特徴がね、うん、なんとね、うん、お昼に桃が食べ放題。桃大好き。桃大好き、うん、ちっちゃ桃大好き、よかった。桃食べれる。そうなの、嬉しいね。では、はい、今日この最新のオノフを使ってラウンドしたいと思います、はい、これ全部で何本あるんだろう。 あとね、うん、ちょっとね、これ全部で何本あるんだろうってね、うんうん、大事な話があった。はい、何でしょう。見ての通り、うん、ウッドがとてもあるの分かる。分かる。ユーティリティとすごいよね。すごいでしょ、うん、なんとオノフ4番ウッドが追加されました。へー、今までなかったの。なかったの。3、5、7 あいつも4番ユーティリティか。うん、そっかそっか。4番ウッド、4番ウッドが追加されました。だから3が苦手な人によく、よくなるよね。そうだね、いいね。で、さらに7番ユーティリティとかがあるの。7番ユーティリティとかすごくない？ちょっといいね。だから6番とか7番アイアンの代わりに、うんうんうん、これを使ってってほしいなと思います。かちょっとね、どれがどれぐらい飛ぶかっていうのはね、やりながらになるんだけど、うん、では、今日はこのかっこいいクラブと一緒にやります。打ち上げです。10番ホールだね。はい、はい、左手の意識。抜けたかな、なんかでも見えないね、うん、でも抜けた気がする。抜けた。もう短い。お、いいよ、いいね、うん、もう飛んでる。よいしょ。まあまあ飛んでる気がするね、うんうん、高さ出るし 11.5 度。枠に触れます。125ぐらいかな。あ、打ちづらいよ、こういうの嫌い。こっちに向けないんだな。こうか、こうか。いいよ。やっぱ右に向いてるから。あー、惜しい。もっとあっち向けないとね。まあまあ、いい当たりでした。転がっちゃう。さあ、出す。じゃあ飛ぶやん。うまい。まだ分かってないです。霧がすごいわ。入れ。おー、惜しい。 OK、ナイスタッチ。ボールの時は出なかったタッチが出てる。すごいね。私、チームに完璧。ほっ、ほい。
神社の今雲の中にいます。なんだこれは。まっすぐってどっち。まっすぐだね。こっちかな。おお。左組。左だね。今なんか曲がってた気がした、左の方に。あっち。どうですか。いいんじゃないですか。いいと思います。ちょっとわかんないね、どっち行ったか。あっちの方ダメだったかもしれない。本当？わかんない。左の方が大丈夫だと思うんだけど。ああ。そうね。構えづらいね。なんかさ、この刺さり具合もちょっとわからない。ヘッドが返ってくるから左行くのか。そうかも。うん。左手一本で。雲雲。左。ジュンちゃんと同じように行った。ね。結構パキーンっていうね。うん。音いいね。音いいね。音打ってる感あるね。うん。私はない。どこに行ったらいいかわかんないね。とりあえずスレスレ行き。一回？別にドローで。ドローでスレスレ狙っていくわ。多分勝手にドローかかる。やば。なんてこった。失敗だよ。失敗。このアイアンのまだ打ち方が分かる。お、いいんじゃない。打てました。でも短いと思う。一応方向はバッチリだと思うけど、ちょっと短かったと思います。やっぱね、つま先下がりは難しいね。お、高さ出た。あー、止まっちゃいました。なんかね、普段のウェッジより軽くて今の私には打ちやすい。入れパーです。ドローンのかかりが早いかも。もっと右に打ち出すイメージがいい。なんかかかりやすいかね。うん、ドローンかかりやすいみたい。青旗か。お、青旗狙ってやあれぐらいだよ。いいんじゃない。すごいかかる。うん。すごいかかるね。うん、すごいかかる。ちょっとダフった、うん、かもしれない。はい、霧が晴れてきました。やっとピンが見える。ピンが見えます。114。あ、結構あるじゃんね。意外とある。こういう時は、こういう時は9番で打ちます。こういう時はね、上げようとしない。いいスイング。左手でダン。ペランダの。
なんかグリップが軽いんだわ。ナイさん、お、イエイ、完璧。最近イエイってやってるけど、私よく何なんだろう。そうだよね。そういうキャラじゃないはずなのに。そういうキャラじゃないからさ。声がどうドスの聞いた声ついよやばいよ、またさ、私もやばいやつになる。ついよ、よっしゃ、もう下方に50度だ、ダメだって。あ、でも止まる止まる止まる、止まった。まだ分かってないですね。でもすごいかっこよくなりました。あの、ここの緑とかがなくなってデザインがめちゃめちゃシンプルになりました。ここはちょっと可愛い感じがありますね。おー、ナイスパー。なんでこれがダブルスでできないかな。入るね。エスパー、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。